キャロライン・アモーレは、アメリカ合衆国の女性ファッションモデル、ファッションデザイナー、女優、DJ、ソーシャライト、カリフォルニア州マリーブ出身。1984年、カリフォルニア州マリーブで、ジョー・アモーレとボニー・メイジャーとの間に生まれる。両親は、マリーブを中心に支持される老舗ピザチェーン店、ダモーレ、エスピッツァコネクションを経営している。子供の頃に、 マドンナのマテリアルガールのミュージックビデオを目にして音楽に関心を示す。キャロラインはウェストヒルズで育ったが、モデルとして活動するためにニューヨーク市に引っ越す。17歳の時、友人とレストランで食事中にスカウトされ、モデルとしてデビュー。数々の雑誌に出演し、ペーパー氏より LA で最もキュートな女の子という評価を得た。 数々のコレクションに出演する一方で、自身のファッションブランド、D、アモーレバイ・マルソーを立ち上げる。友人の DJM がいたことから DJ に興味を持ち、17歳で、会員制クラブ、ヨセフ S で、DJ としてデビュー。以後、セレブリティが集まる、数々のパーティーでプレイする。パリス・ヒルトン、キム・カーダシアンは友人。カーダシアンとその家族の密着型リアリティ番組。 キーピング、アップウィズザ・カーダシアンズのシーズン2にゲスト出演している。ありがとうございます。